クイズいただき食。キャリーパムピャム、実は本名はキャロライン・キャロン・プロップ・キャリーパムピャムというそうですフルネームはね、はい、知ってました？全く知らないです。キャロライン・キャロン・プロップ・キャリーパムピャムが正式名称らしいんですが、はい、そんなキャリーパムピャムからの問題です。一回もちゃんと言えてないですけどそんなキャリーパミュパミュさんのからの問題、クイズキャリーパミュパミュ、これは何でしょうか。ガラ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 、あ、大将大将、いつものください。キャリーです。えいよ、マグロハマチ、おいしそう、おいしそうな寿司。じゃあ上の部分をちょいちょい、こっちを、おいしい。さあ何でしょうか。シャリーパクパク。正解。早い。ファッションモンスター、ファッションモンスター。それなんですか。今日ブリッジ無理だと思って第2問、はい、よし、カミソリで胸毛をどんどん剃ろうかしら。ソリ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 、うん、剃って剃って頭も剃っちゃうから、よし全部剃れた、行ってきまーす。ガチャ。まだ4月だけど、おお、はい、何でしょうか。ジョリーサムサム。ああ、惜しいね。ソリーサムサム。正解。ファッションモンスター、ファッションモンスター。やりますね。これ絶対わかんないと思うわ。最終問題。これ最終じゃないけど、最終じゃないけど今思いついたんであります。おはよう。朝ごはん何にしようかな。よし、パンを食べようかな。トーストしてピッチン、焼けたわ。よし、ガチャ外出てこれを塗り込んでいただきまーす。はい。え？これは難しいですよ。ジャリーパクパク？あー、それはもうニアピンですね。ジャリーは合ってます。ジャリー。これ。ジャリー、いやでもこれひどいな。ジャリー塗り塗りがひどいしな。ジャリー。めちゃくちゃむずいです。これはむずいよ。ジャリー、はい、ジャリータスタス。ああ、正解はですね、確かにジャリーをパンに塗ってましたね。はい、正解はジャリージャムジャムです。くそー、当てれたな。これ分かった人はコメントください。あー、そろそろ寝ようかしら。下着にはあれを着よう。ここにこう線があるやつね、こう線がここに引っ掛けるやつ、これ着いて、これ着ようかな。これを着よう。別に寝るシーンじゃなくてもいいですね。ウィーン。あ、うわー、これかわいい。これちょっと試着していいですか。着よう、このね、ここにこう線があるやつね、これを着てこう。かわいい。はい、ですね。これ難しいですね。
キャミーソルソル。正解キャミーソルソル当てた。キャミソールで剃ってる。キャミーソルソル正解です。ファッションモンスター。今のすごくないですか。だいぶすごい。サンシャイン池崎ギャラクシーチャンネル。今日やる漫画飯はこちらです。ドカン久しぶりに来ました、クッキングパパ。これは非常に試したいと思うやつだったんでやります。どんな今回料理かというとですね、ある日クッキングパパのですね会社にですね、結構可愛いね女の子がいて、新人のもうモテる子、愛想も良くているじゃん、なんかちょっとあざとじゃないけど、はい、モテる子、その子をいいなって思ってるまた他の男の子がいて、その子をねなんか飲み会みたいなのに誘うのよ。誘ってみろとか言って、うん、っつって、で誘わないと何も始まらないだろうっつって、で呼ぶわけで、みんなで飲んでお寿司とかをね頼むわけ、はい、で結構みんなで飲んでるんだけど、そのちょっとお寿司がちょっと余り始めた時に、その可愛らしい女の子がちょっと台所を借りていいですかって言って、もうその寿司を使って豪快に料理をするのよ、はい、でそれを食べて美味しいって言って、その女の子も酒結構好きでガーって言って、もうあんな可愛い子がこんな豪快な料理を作って、こんな風にこうベローンってなるんだって言って、これはお前には手に負えねえぞみたいな、ちょっと可愛らしい話だったんですけど、その時寿司を使って作った料理、びっくりします。こんなことやっていいんかって思いました。寿司で、寿司でタイトルを言います、はい、ズバリ寿司チャーハンです。ちょっと嫌な予感するな。すごかった寿司をフライパンにボコボコボコって入れて炒めんのよ。でちょっとまあ手は加えるけど、で完成したのをクッキングパパたちが食ってて、はい、うまいと言ってたの。だからそれをちょっと試してみたくて。トゥル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 ジャジャジャスティスジャジャジャスティスジャスティスジャスティスギャギャギャラクシーギャギャギャラクシーギャ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 ラクシーサササンサシャンサササシャンイエー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 イ。分量が正確に書いてないんで、はい、噛んでいく感じにはなるんですけど、まずですね、はい、卵を入り卵を作ります。はい。おお、なるほど。入り卵。僕はこんな風にやります。火がいけるかどうか。どうですか。ちょっと料理上手っぽいですね。やってるみんな。ここがでも普通のチャーハンと違うよね。そうですね、確かに。普通はもう卵をやってるところに米ぶち込むもんね。それでコーティングするみたいに言うんですよね。そうそうそう。でも入り卵がいいらしい。結構ちゃんと火通すんですね。入り卵って書いてるからね。そうっすね。半熟じゃなくていいと思う。結構パラパラにしたいはずだ。味付けしないですか。味付けはしない。しないらしい。で、再び油を注ぎ、強火です。来るよ。ちょっと怖いですけど。怖いね。そのまま行くんですよね。このまま行くよ。切ったりしないですよね。これをぶち込むだけだから、はい、キーちゃんこれぶち込むよ。大丈夫ですか。いや、あってます。あってんのよ。1200円しました。やばい、いい寿司ですね。いい寿司いくよ。お願いします。おーら
これを強火でほぐしながらって書いてあった。冷や飯だよね。普通のチャーハンと違うのがやっぱ酢飯ってとこだよね。やっぱそうですね。今んとこ絵があんま良くないですね。本当だね。絵めちゃくちゃ良くないな。でも匂いは悪くないね。見る見るうちに魚が焼き魚になってきますね。そうっすね。あ、でも火が通ってきて米もほぐれ始めた。あ、でもなんか若干見た目も良くなってるよ。はいはいはい。サーモンの寿司が焼き鮭になってるわ。これも焼き鮭、鮭チャーハン。そこにネギトロとかもいるし、イカとかもいるからね。イカに関してはもうばらけないよ、さすがに。その匂いいいしなと。そうそうそう、匂いがいい。あれ、あのホットサンドで寿司屋とかなんか、うん、梅酢が熱された嫌な匂いしましたけど、なんかそんな感じは今回しないですね。うん、あ、なんか異様にパラパラしてる。で、強火でバラバラになったら、ここからなんですよ。コチュジャン入れるんだよ。そう。チャーハンでコチュジャン。そう。あの辛味噌みたいなやつね。それ分量わかんない。これ分量わかんないのよ。怖。怖いのよ。今小さじ1入れました。小さじ1半ぐらいとこうか。いい感じですけどね、今のところ。うん、いい感じ。もうちょい欲しい気がする。結構やったけど、それぐらいか。ほぐれたら、はい、いり卵を戻します。いり卵を戻して、ネギたっぷりって書いてあった。ネギたっぷり、ネギたっぷり入れて、塩コショウ、うん、塩コショウで味を整えて、香り付けに醤油を少々。オッケー、できた。およ。これに寿司とかについてる生姜、寿司とかについてる生姜ですね。はい、これを添えちゃったら寿司チャーハン完成。では寿司チャーハン実食。まあいろいろね、やっぱいろんなネタが入ってたから、はい、
どうなってんだろうね。海鮮チャーハン的なことですよね。うん、要はやっぱ普通と違うのはやっぱ酢飯で作ってるっていうのと、はい、あとコチュジャンとか入れてるから、はい、その辺がどうなんだろうな。確かに前回 の, そのホットサンドで寿司やった時はその、うん、何も調味料入れなかったからただ焼いただけだ。酢飯の酢が見せられて、うん、なんかいまいちな風味になんか揚げた時もそんな感じでしたね。うん、うん、うん、すげえな、うまっうまいね。なんだこれ、え、うまいぞ。なんて言えばいいのこれ。今俺が食べたところには鮭の切り身もいたし、はい、そこにあのネギトロ巻きの海苔も入ってきたりして、ははあと味が別に 酢飯って感じもしないね。そうですね、コチュジャンの、うん、あれですかね、力で。そう、熱せられた時のその嫌な感じはないです。なるほど、普通にうまいチャーハンだなそうですね、しかも食べるこの時によって味が全然違うんですよね、うん、そう、毎回ちょっと変わるよね。はい、はは、鮭当たる時もあれば、うん、あと何入ってるんですっけ。なんかアナゴみたいなのいたわ、多分。マグロもあります、ね、マグロもいた。で、イカもあるし、イクラとかも、ウニも、ね、そう、イクラも、そうだ、ウニもいたわ。ウニか、なるほど。さっき多分ウニ当たったんですよ。ふわーってちょっといい風味がして、もう寿司の高級感とかもう全くないけど、ああ、なるほど。これで1200円は高えな確かにね、あの寿司だったら、はい、なんとなくわかるけど、はい、1200の寿司だってなるけど、はい、値段的な価値が下がってる感じするんだよね。そうそう、そのこれ1200円って言われたら、はい、はぁってなりますだから本当にホームパーティー的なのやってて、はいはい、寿司があって、はい、ちょっとこの寿司アレンジしていいですかなんか後輩が言って、はい、これ出てきたら、うん、何してんのてめえこれやろもったいねえだろってうまいけど、うまいけど、うん、うまいけど確かに後輩が急にドカンってやってうわーってやってっつってどうすかって言われたら食って、あ、うまいうまいうまいけどさってなります、ね、なるほど、はい、うん、でも普通にチャーハンとしては美味しい。それが一番値段を考えなかった、はいはいはい、確かにな、うん、今回の寿司チャーハンはフェニックスとペガサスの間、フェニッペガだ、フェニッペガさっきも言ってたけど、寿司って大人数だとまるでめっちゃ頼む時あるもんね、はい、でさ、みんなでさ、はい、寝て雑魚寝とかしちゃってさ、起きたらちょっと食おうかなと思ってたらさ、なくなっててさ、後輩がよかったらっつって、あ、うまいけどこれどうしたの、あ、寿司炒めましたてめえこの野郎ってなりますなりますよ。もうその一回ピーク過ぎた後でももう一回ちょっとつまみたくなる、その楽しみを全て奪うチャーハン、うん、リスキーなチャーハンだよこれ、はい、うん、これ飲み方やると相当勇気いる、やるなら気をつけてください、うん、その勇気を持って、勇気の料理これはこれやるの相当、これを原作じゃ可愛らしいあざと女子みたいな女の子がやるのよ、はい、勝手にですよ、そう、ちょっと使っていいですか、料理作りますって、はい、ゴソゴソゴソってやるから、このこれをですもん、ね、そう、まるでいってっからこうやって、何してんのってなりますけど引くかもね引く、うん、やばいやつじゃんってなりましたね、はい、うん、やめとこ、あの子あざとさごときじゃ超えらんないです、それは、うん、カバーできない今回ですね、リクエストからですね、あ、いいなと思ってやったんで、まあ、いつも受け付けてますけど、どんどん漫画飯受け付けております、変な料理待ってるよ。